話プロダクションへようこそ。大神さん、おはようございます。いつも父がお世話に…じゃなかった。新入社員の高梨紬です。今日からよろしくお願いします。事務員の大神万里です。改めましてよろしくお願いいたします。それで早速ですが、紬さんにはアイドルグループのマネージャーになっていただきます。いきなりアイドルグループですか？ええ、当プロダクションも初の男性アイドルグループ養成にチャレンジすることになりました。それを新人の私が？はい、社長が長年計画していたプロダクションの社運をかけたプロジェクトですよ。成功すれば私たちのお弁当ものり弁から幕の内になると社長がおっしゃっていました。お父さん、社長ったら何を考えて。それでは早速懐石弁当かっこ仮に会っていただきましょう。懐石弁当かっこ仮？正しくは 3-on-3。 ヤマト君、どっちが勝ってる？赤チームが白チームに2ゴール差かな。トラベリング。嘘、歩いてねって。イエローカード、次抗議したら退場。あっ、くそ。兄さん、落ち着いて一旦仕切り直しましょう。抜かれてたら危ないとこだった。リク、すいません。いえ、どうぞ。ありがとうございます。頑張ってください。おい、早く。はい。応援したくなる子たちでしょ、彼らは。兄さん、試合終了。12対12で同点。ワンダフォー。同点、追いつきました。最後決まったな。みんなのおかげだよ。勝てると思ったんですけど。くっそ、レフェリー、延長戦。延長戦。ああ、はい、ご苦労様。みんなこっちに集まって。勝負は次回持ち越しな。おう、それって負けフラグですか？はあ、あっち。シャワー浴びたいです。リク君、大丈夫？大丈夫です。さて、早速だけど君たちにマネージャーを紹介するね。さっきの。皆さんの試合すごく感動しました。真剣で一生懸命で誰からも目が離せなくて。私もあなたから目を離せませんでした。え、美しいマドモアゼル。指先に送るキスはただの挨拶ではありません。二人の愛の…よせって、困ってるだろ。おう、ミツオキ、恋の邪魔はいけません。恋って、お前の国ってみんなこうなわけ？そうですけど、何か？マドモアゼル、よろしければ名前を教えていただけませんか？あ、高梨紬です。新人でわからないことばかりですが、よろしくお願いします。そしてこちらが泉伊織です。二階堂大和だ。泉美月。四つ葉玉木。大阪総合です。ハロー、六谷凪です。七瀬陸です。
マネージャーか。こんな若い子で大丈夫なのか。新人だとおっしゃってましたよね。しかも高梨という姓から察するに社長の。関係ないよ。はい、しっかりした感じの子じゃないか。よろしくお願いします、マネージャー。 はい、一緒に頑張りましょう、マネージャー。はい、マネージャー、さっきは応援してくれてありがとう。はい。なあマネージャー、お腹すいた。え、はい。え、こらこら、マネージャーはお母さんじゃないんだから。さっき弁当食べただろ。海苔弁小さかった。次は唐揚げ弁当がいい。私はハンバーグ弁当がいいです。プロデビューしたらね。それまでずっと海苔弁ですか。マジかよ。海苔弁よりもハンバーグ弁当が欲しい。皆さん仲がいいんですね。前からお知り合いだったんですか。いいえ、ほとんど初対面です。え、こんなに息ぴったりなのに。失礼します、社長。初出社ご苦労様、つむぎくん。こら、きなこ、おとなしくしていなさい。早速だけど、お父さんが見つけた7人どう思った。もうお父さんじゃなくて社長でしょ。ごめんごめん。で、どうだった。素敵な人たちでした。きっとたくさんの人に愛されるアイドルになると思います。そうか、よかった。じゃあ早速オーディションをして4人落としてくれる。はい、早速4人落とす。うん。なんで7人でデビューするんじゃないの。よく考えたら7人って多すぎでしょう。名前だって覚えらんないし、経費だってたくさんかかっちゃうしさ。あ、ほら、今人気のトリガーだって3人組だし。でも社長、お時間です。はーい。7人の小人よりも三重士の方が格好つくしね。じゃあね、きなこ。みーん。ちょっと待ってください。売れそうな3人を選ぶんだよ。みーん、そんな。どういうことですか。私たち7人でデビューするんじゃないんですか。ごめんなさい、急な変更でごめんなさい。そんな、マネージャーを責めても仕方ないよ。わかりました、オーディションの準備をします。おお、昨日の味方は今日のエネミーです。あんたらのうち4人今日でさよならか。なんで自分は受かる前提なんだよ。受かりてえし。俺だって絶対にステージに立たなきゃ。本当にごめんなさい。仕方ありません。ですが、信頼関係が一つ失われたことはしっかり自覚してください。そんな冷たい言い方。やむを得ない事情があったんですよね、マネージャー。やむを得ない。これはビジネスですよ。彼女はビジネスパートナー。ステージに立っている間、安心して背中を預けられる人でなければ顔も名前も託せません。ビジネスって、イオリは高校生だろ。大人ぶって背伸びしなくたって。あなたは幼稚園児みたいですね。ニコニコ手をつないでお遊戯の後お昼寝して、先生に花丸もらえれば幸せですか。お前、年上に対する口の利き方。今お前って言いましたか。こら、やめろよイオリ。ごめんな、口の悪いやつで。ほら、リク君も落ち着いて。了解。俺は抜ける。や、井本さん。ここにいる誰かを押しのけてまでやるつもりはない。俺の志望動機なんてどうせ復讐みたいなもんだ。まともな夢を持ってるやつに譲るよ。復讐。じゃ、お疲れ。待ってください。お願いです、オーディションだけでもどうか受けていてください。こんなこと、私のわがままかもしれませんけど、もっと見てみたいんです。歌って踊る皆さんが見たいです。お願いします、お願いします。おう、レディ一人に頭を下げさせるわけにはいきません。私からもお願いします。
お願いします。僕からも。バカだなお前ら、ライバルが一人減るんだぞ。そりゃそうだけど、こんな風に減ったって嬉しくねえし。わかったわかった、やるよオーディション。ありがとうございます。ではただいまから高梨プロダクションアイドルオーディションを行います。結果いつ出んのかな。リク君、大丈夫？何か飲み物でも買ってこようか。あ、いえ。じゃあ適当に買ってくるね。みんなも何がいいですか？買い出しか。俺も付き合うよ。スポーツドリンクあったら。同じもので。ミネラルウォーターお願いします。王様プリン。飲み物って言ったよな。これで全部だっけ？あんた競争苦手そうだな。え？これはおごり。ありがとうございます。俺も苦手なんだよな。だから抜けるって言ったんですか？ま、そんなところかな。あいつらが不合格になるくらいなら俺が落ちた方がいい。ヤマトさん、あいつらいいやつらっぽいからさ。兄さん、ちょっとトイレ行ってくる。俺もツレションすっか。いや、結果は遅いから聞きに行く。アホか、じっと待ってろ。気になってイライラすんだもん。だからってせかしたら迷惑だろうが。へえ。お座り。へえ。ミッキーは結果気になんねえの？なるよ、めちゃくちゃ。でも俺は慣れてっから。オーディション受けんのか？すげえな、かっこいい。バーカ。慣れてるってことはそんだけ落ちてるってことなんだよ。あ、そっか。兄さん、神様、大丈夫か？何がです？話し相手が欲しいなら他を探してください。違うよ、なんか怖い顔してたから。あ、イオリのところは兄弟で一緒に同じものを目指してるんだな。悪いですか？悪くないよ。悪いのはイオリの口の方だろ。ツンケンしたことばっか言って。すみません。いいなって思ったんだ、仲良さそうで。きっと兄弟一緒に頑張れたら楽しいだろうなって。あ、ちょっと羨ましかっただけ。うん、戻りました。お帰りなさい。ヤマトさんがおごってくれたんだよ。いいよ、わざわざ言わなくて。ありがとうございます。やったー。ミネラルウォーターは、サンクースはどうしてです。急に顔近づけんな、美形すぎて心臓止まりかけるわ。What? わかるよ、ナギ君って本当に綺麗だよね。テレビでも映画でも見たことないくらい。あなたたちはとても面白いですね。顔が？お前ぐらいのイケメンから見ると俺らはさぞかしファニーフェイスなんだろうな。 No No、 ここにいる皆さんとても美しいですよ。あなたに言われても、戻ってたんだな。おい、の、サンキュー。ん、やはりあなたたちは面白いです。え、顔が？ノー、違います。どうなんのかな。結果次第でヘブンオーヘルです。
どんな結果でもみんな笑ってこの後ラーメン食い行こうな。なんだそれ。俺豚骨がいい。私は武士系です。武士系なんてよく知ってるね。んじゃはしごすっか。カロリーが。その分動けば大丈夫っしょ。いつか全員の夢が叶いますように。で、決まったって？はい、決まりました。さすが社長のお嬢さんです。決断が早いですね。じゃあ合格者の応募シートを見せてもらおうか。こちらです。四葉玉木、大阪総合、泉伊織、二階堂大和、泉美月、六葉凪、七瀬陸。どういうことだい？あの7人は全員魅力があります。誰とも違う個性的な魅力が。それは分かってるよ。だからこそその中から厳選してほしいと。四葉玉木さんは歌もダンスもプロ級です。堂々としていて引きつけられます。大阪総合さん、安定感があります。即戦力として欠かせない人材です。泉伊織さん、歌もダンスもうまい。何より高校生です。伸びしろに期待ができます。二階堂大和さん、感情表現は抜群で引き込まれます。目が離せなくなるんです。泉美月さん、歌もダンスも特別うまいわけではないんですけど、でも一生懸命なところに勢いがあって勇気づけられます。六夜凪さん、優しく優雅で気品のある、まさしく女の子の理想のタイプです。そして七瀬陸さん、歌唱力が群を抜いています。どうしてデビューしていないのか不思議なくらい。この7人が揃った時、一人一人の魅力がもっと大きくなる。初めて彼らを見た時、あの時感じたんです。7人でやらせてください。絶対に売り出してみせます。7人の面倒を見るのは大変だよ。一生懸命頑張ります。絶対に。絶対です。それに3匹の子豚より7人の侍の方がかっこいいです。にゃあの君が3人選んできたら、あの子たちもその程度のアイドル、君もその程度のマネージャー。僕の目に狂いがなくてよかった。じゃあ最初から7人で行くつもりで？ひどい。お父さん騙したの？でもあの子たちの魅力について一生懸命考えられただろう。それはそうだけど、マネージャーならまず誰よりも自分の担当するアイドルの魅力を知っていて叱るべき。違うかい？いい娘を持って嬉しいよ。天国の母さんもきっと喜んでる。お父さん。さて今日は特別に赤飯弁当だ。新しいアイドルグループの結成祝いをしないとね。はい。合格？俺たち全員？はい。マジか。よっしゃ、やったー、メイチン。よろしくな、メンバー。メンバーって？ありがとう、マネージャー。君が働きかけてくれたんだろ。いいえ、皆さんが魅力的だからです。マネージャー、見直しました。前言は撤回します。え？とろい人だな。言わなきゃ分かりませんか。信頼は結べたってことです。多少ね。ありがとうございます。これから皆さんのマネージャーとして一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。マネージャー。はい。お、それで。その夜、みんなで徹夜して考えた大事なグループ名。
アイドリッシュセブン。やがてこの7人が日本中を揺るがすことになる。アイドリッシュセブン、素敵ないい名前ですね。ミュウ、ありがとうございます。早速この名前で CD デビューを。デビューはまだまだ先だよ。え、でも早くデビューしていろんな人に皆さんを。デビューはライブを重ねて知名度を上げてからです。そのために今は何ができるか、あとはマネージャーの腕の見せ所だね。あ、頑張ります。ミュウ、こら、きなこ。ミュそれではトリガーの皆さんの登場です。お、圧倒的なパフォーマンスとハイレベルなビジュアルで瞬く間に日本中の女性を虜にしたトリガーの皆さんです。毎日忙しいでしょう。九条くん、忙しさを乗り越える秘訣は？ファンの皆さんの笑顔です。八乙女さんは、うん、そば？そば？抱かれたい男ナンバーワンのスタミナ源はそば。綱志くんは？海を見ることですね。波の音を聞いていると心も体もリラックスします。そんなこと言って、そばには水着の美女がいるんじゃないの？あ、龍は泳いでばっかだよね。だからどんどん黒くなっちゃって。日焼け跡見せてやれよ。ここで？いいけど。はい、はい、ここで一旦 CM です。トリガー、最近毎日テレビに出てますね。去年デビューしたばかりなのに。3人とも歌もダンスも相当うまい。特に九条天君はブロードウェイの舞台演出家からも注目されてるそうだよ。さすがジャイマホルダーですね。ジャイマ、年末に行われるジャパンアイドルミュージックアワードですよね。ええ、その年に一番輝いたアイドルに贈られる賞です。トリガーは昨年の男性アイドル部門の新人賞を獲得しています。すごい。アイドリッシュセブンも頑張って追いつかなくっちゃね。早くデビューしていろんな人に見ていただきたいんでしょ。はい。それで実はあの、台場野外大音楽堂でライブ？はい。いきなりあんな大きな会場でライブをするんですか？残念ながらデビューライブじゃないんですけど。でも記念すべき初ライブですから、皆さんに大きなところで歌って踊ってほしくて。おお、ビッグな会場です。確か3000人くらい入るんじゃないかな。教室10個分くらい？100個分くらいかな。100個？現実味ないな。本当に大丈夫？マネージャー。大丈夫です。それまでにバッチリ宣伝しますから。だけど俺たちなんかが。自信を持ってください。リクさんの歌唱力、ヤマトさんの表現力、イオリさんの完成度の高さ、ミツキさんのエネルギッシュさ、ソウゴさんの万能さ、ナギさんの優雅さ、当然です。玉木さんのダンスパフォーマンス、十分に最前線で通じる実力だと私は思います。そう言われると悪い気しないよな、皆さん初ライブに向けて頑張りましょう。はい、はい、で、何これ？もう一枚いきますよ。公式サイトに載せる写真だって。俺、寝癖とか大丈夫かな？今さら慌てたって仕方ないでしょ。でもさ、リクさん、好きなものってありますか？え？プロフィールも載せようと思ってて。オムライス。それからヒーロー。なっちゃって。きゃあ、七瀬さん素敵、超かっこいい。あいつムカつく！好きなもの？面倒なこと聞くな。そう言わずに。あ、強いて言うなら、はい、楽できることかな。なるほど。美月さんの好きなものって何ですか？決まってるじゃん、伝説のアイドルゼロ。ゼロって確か人気の絶頂で忽然と姿を消したスーパーアイドルですよね。うん、
子供の頃サインも書いてもらったことあんだぜ。すごい。ゼロが俺の好きなもの、ゼロみたいになるのが俺の夢。好きなもの、整理整頓かな。お掃除好きなんですか。変ですかね。いいえ、素敵だと思います。ありがとうございます。ナギさんの好きなものは？ No girl, no life。 美しい女性が好きです。そして全ての女性は美しい。他には？マジコナ。マジコナってあのアニメの？魔法少女マジカルココーナー。私はジャパニーズアニメのトリコです。秋葉原にパレスタ店、マイドリームです。なるほど。好きなものですか。はい。じゃあクールでシャープな文房具。じゃあって何ですか。うるさい人ですね。人気が出たらファンの子からプレゼントが送られますよ。本当のこと書いた方が。マネージャー、あなたはスケジュールを立てて私をスーパースターにして文房具の海に溺れさせてください。至福のひとときを楽しみに待ってますから。好きなもの、王様プリン。即答ですね。王様プリン最高。さっきもコンビニで買った。そうだ、後で携帯番号を教えてもらえませんか。玉木さんだけまだ聞いてなくて。持ってない。じゃあ事務所で支給できるか確認してみます。やった。ああ、俺のプリン。うん、そこそこうまい。許す。動かないでください。すみません、目線こちらで。おう、三つ置き、恥ずかしがらないで。下に隠れなくて OK です。隠れてねえよ、実際の身長だよ。マネージャー、俺真ん中映りたい。いきなり自己主張。お前実は目立ちたがりか。バランス取ってるので今回はその位置でお願いします。チェー、ミッキーがでかけりゃ。んなことは俺が5歳の頃からありったけのパッションで願ってんだよ。兄さん落ち着いて。そうだ、うるせえぞ。おなんで俺ばっかり。玉木くんも謝って。すんません。てめえ。行きます。はい、チーズ。よし、頑張ろう。アイドリッシュセブン公式サイト完成。おはようございます、マネージャー。大神さん、おはようございます。すり上がったフライヤー届きましたよ。はい、これサンプル。公式サイト出来上がったんですね。もしかして徹夜したんですか。早く完成させたくて。頑張るのはいいですけど、あまり無理は。あ、私今から駅前でフライヤー配ってきます。マネージャー、顔くらい洗っていった方がいいんじゃないですか。そうします。まだ朝のラッシュに間に合うかな。おい、歌のパート決めすんぞ。どうやって決めます。そうだな、適当に一人ずつ歌っていくか。 OK、 始めましょう。ではリコから。え、俺から。了解です。じゃあ行きます。始まりなのさ、 Don't look back。 よそ見している暇はない。見つけ出したチャンス。ぜ今のあなたの声ですか。なんかおかしかった。いや、むしろその逆。月並みな言葉しか思い浮かばないけど、すごい歌唱力だよ。とっても感動しました。そう。なあ、このサビんとこリクでいいんじゃね。え、リク、他のパートも歌ってください。お手本、お手本。ダンスなら負けねえぞ。何競ってるんですか。じゃ、もう一回頭からよろしく。はい。パート分け決まったら次ダンスな。はいはい、決まったらね。よし、よろしくお願いします。ライブ告知です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ライブの告知です。よろしくお願いします。マネージャー、皆さん一人じゃ大変でしょ、手伝うよ。どうしてここが、かっこいいフライヤーだな、俺じゃないみたい。アメージング、素晴らしいです。マネージャーってのは大変だな、フライヤー配りまですんのか。それな、ほら二人も配る配る。よろしくお願いします。ライブの告知です。よろしくお願いします。ライブやります。あ、サンキュー、お待ちしてます。マネージャー、昨日徹夜だったんでしょ。え、朝来た時机に突っ伏して寝てたから、そしたらイオリが、そんな状態の人が一人でフライヤー配りなんて心配ですねとか言って。兄さん、心配とは言ってません、ただ途中で何かあったらと。それを心配というのでは。うるさい人たちですね、早く配りますよ。はい、ライブだって。あ、この人かっこよくない、うちはこっちの人が好き。よろしくお願いします。うわー、マリーナー、頑張ってください。びっくりした、かっこよかったね。ねえ、ラッキーだった。かっこいいって言ってもらえた。リク君はかっこいいよ、もっと自信を持てばいいのに。そうですよ、私の次にかっこいいです。いや、俺の次だろ。じゃあ俺も俺も。身近にすごいやつがいたから、こういうのあんまり慣れてなくて。身近にすごい人？俺の兄なんです。優しくて何でもできて、気づくと周りの人たちが幸せを感じているというか、いいお兄さんだね。あ、ソーゴさんはなんとなく兄さんに似てる気がします。そうなの？お兄さんもライブ見に来てくれるといいですね。うん、お？人が多いうちにフライヤー配り終わらなきゃね。ライブやります、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふん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 、へい、ふん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 、へい。アクセス数も順調に伸びてきてるし、はぁ、ライブ楽しみ。ミュミュー、あ、お父さん、じゃなくて社長。ずいぶんご機嫌だな、ライブの方は順調かい？はい、サイトのアクセスも上々ですし、あんなにあったフライヤーも皆さんのおかげで配りきれました。歌やダンスの方もどんどん息が合ってきて、あとは本番を待つだけです。チケットはどうだい？予約は体制が整わなくて当日券のみなんですけど、これだけ反響があれば大丈夫かと。そうか。ん？いや、精一杯やってみなさい。はい。え？何かの間違いじゃないんですか？今のところお客さんはざっと数えて両手で足りるくらい、これ以上の客入りも見込めないようです。そんな、だってサイトのアクセスだってフライヤーだって好調だったのに。そういうものさ。社長、家でネットサーフィンをしたり、通りがかりにフライヤーを手にすることは大体の人が簡単にしてくれる。でも会場に自分の足を運ぶのは全く思い入れの熱量が違うんだよ。でも皆さんの実力は本物です。本当に魅力あふれる人たちなんです。そうだよ。え、それを伝えるのが僕たちの仕事。たくさんの人に伝えるためにはもっともっと大きな声が必要なんだ。君は頑張ったけど、サイトとフライヤーだけじゃまだまだ声が小さかったみたいだ。わかるね？はい。今回のことは全て私の責任です。
心配いらないよ。しばらく僕が日の丸弁当で頑張るから。社長、漬物くらいでよろしければ自宅で漬けてお持ちします。ありがとう。落ち込まないでマネージャー、君を一つ見直したんだよ。お客さんが集まらなかったことを7人のせいにしなかった。彼らの力を最後まで信じ切る、僕らの仕事で一番大切なことだ。あの子たちに会っておいで。ガラガラの客席っていうのはどんなスターでもショックなものだ。あの子たちが自信をなくして、その輝きまでなくしてしまわないようにちゃんと話してきなさい。はい。さて、あと15分で予定通り会場。僕も客席で一緒にライトを振ろう。3人分くらいね。俺は10人分振ります。おお、気合入ってるね。マネージャー、あの子たちの初ライブ期待してるよ。うん、ありがとうございます。お客さんがほとんど入ってない。ガラガラってことですか。ごめんなさい、皆さんに悪いところは一つもこれっぽっちもありません。全部私の読みの甘さが悪かったんです。本当にごめんなさい。そんなことだろうと思った。いきなり3000人じゃな。何人来てた？1人2人？え、あ、9人。ま、想定の範囲内ですね。うんうん、オッケー。9人のゲストと今夜はダンスパーティーです。緊張してたけどちょっと落ち着いた。いつも通りやればいいんだよな。うん。あのマネージャー、僕たちの初ライブ一生懸命準備してくれてありがとう。このところ息抜きもできなかったでしょ。今夜は楽しんで。 Yes。 よし、最高に盛り上がっていこう。9人のお客さんがまた来てくれるように。グレイトミツキゴールデンワールドキングです。大事なファンの子たちだもんな。次やるときはここの観客席いっぱいにしてやりゃいいじゃん。よし、みんな手出せ。ほらマネージャーも。え、私も。何するの。気合い入れだよ、気合い入れ。ヤマトさん、これ出せ。なんで俺が。一番おっさんだろ。あんたが俺たちのリーダー。まだ22だっつの。リーダーって柄じゃないんだけどな。これが俺たちの始まりだ。泣いても笑っても俺たちの始まりは今日この瞬間だけだ。今持ってる力全部出し切ろうぜ。よっしゃ、行くぞ。時代を駆けてく。ジャンプハイ、ジャンプハイ、焦らない。ジェネレーションを君と。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、ジャンプ。始まりなのさ、トルーバーク。よそ見している暇はない。見つけ出したチャンス。始めたらノンストップ。目まぐるしく変わってくビジョン。どんな景色をつかめるだろう。君へと流れるこのメロディーがいつかは世界中旅をしてくように響けたやわ。女の子の話題なんてファンの子が一番嫌がるって分かってるでしょ、リュウ。
悪い、動揺しちゃって。お前、私生活では女の手もまともに握れないからな。お前もだ、テン。現代の天使なんて言われてよく平気でいられるな。二重人格の冷血ハリネズミのくせに。ガク、君がそのカウト声で立ってるだけでスターになれたのは単なる幸運だ。はあ？誰が立ってるだけだ。先に進む覚悟があるのなら。二人とも喧嘩しないでくれ。俺のために。俺のため？ヒロイン気取り？いや、あの、そうじゃない。もう島に帰りたい。静かに。ライブか？うまいな。誰だ？うちの社長ならこういう奴らを踏みつぶして歩いていけって言うだろうな。その目が出ないうちに。未来はこの手の中に。シェキヨハゼ、シェキヨビジョン、届けてみせるよ。ジャンプ、ジャンプ、焦ないジェネレーションを。たった9人だけの、でも夜空が割れるような拍手。初めてのステージの上で7人は星のように、虹のようにキラキラと眩しく輝いていた。落ち込んでいた私までいつの間にか笑顔になって夢中で手を振っていた。ステージから溢れ出すとびきりの元気ときらめきを楽しそうに踊る7人から受け取って。はじめまして、俺たちがアイドリッシュ7。